すっごく悔しくて、アクションって言われるのがすごく嫌な時期が長くあって、アクションありきの自分なんだみたいな。何かに襲われてもすぐパッてもうなんか返せるような、ポコちゃんって手を振ってくれたのが、 ありがとうございます。オリコンニュースをご覧の皆さん、清野菜名です。ドラマ版の時からみんな映画を夢見て、はい、絶対映画化しようって、はいはい、みんなでなんかそこを目標に頑張ってたところもあったので、私もクランクアップの日に最後の一言で、はい、絶対映画化します、絶対映画化してくださいっていう風に言って終わっていたので、はいはい、今回実現できて、はい、とても嬉しかったし、やっぱりドラマからずっとついてきてくださった本当に視聴者の皆さんのおかげだなっていうのは本当にあるので、すごく感謝の気持ちでいっぱいです。私たちグループライン表をみんなでやってるので、決まったのを知った後に、はい、みんなそこで湧いてましたね福田さんが一番当たるって確信していたんですよね、ドラマの時から。で、私たちは逆に見たこともない髪型で大丈夫かなっていう思いの方が最初は強かったんですけど、毎週毎週放送されるごとにどんどん今日から俺はが盛り上がっていってるなっていうのはすごいどんどん体感していたので、なんか私たちもいけるぞっていう気持ちになっていきました。一番分かりやすかったのがそのインスタグラムのフォロワーで40万人ぐらい増えたですよね。毎週毎週回をごとに本当にフォロワー数が増えていって、テレビの力ってすごいなってすごい実感して自分のファン層としては、まあ同世代の女の子男の子が多かったんですけど、保育園に通っている小さい奥様からそのお母さん世代まで街で声をかけていただくことが多くなって、一番なんかすごい印象強かったのが、お母さんが自転車を漕いでて後ろに子供が乗ってて、その子供が後ろ振り向きながら「リコちゃん」って手を振ってくれたのがなんかすごい嬉しくて、なんかこんな小さい子たちまでなんか夢中になってくれているんだなっていうのはすごく嬉しかったですね。かなり大きいです。そこまで認知されてはいなかったので、ようやくなんかたくさんの人に知ってもらえたなっていう実感はあります。リコちゃんってもうとにかく真面目でまっすぐな女の子で、サンちゃんも本当に大好きな女の子なので、周りの濃いキャラクターの人たちはみんなわちゃわちゃしてもう面白いことをたくさんやっているんですけど、その中で唯一ちゃんと周りを見て判断できる女の子なので、そこは私も一緒になってやりたくなっちゃうんですけど、ちゃんと一歩置いてサンちゃんをいつでも怒れる位置にいるっていうのは意識してました。ドラマやってるうちに本当皆さんが本当に面白いので、自分はこれでいいのかっていう不安がすごくたくさんあって、後輩になればなるほど何か残さなきゃいけないんじゃないかみたいなそういう不安はありました。でも監督に相談したら、まあ、リコちゃんはこれでいい、不安なことがあると結構監督に相談とかしてたんですけど、監督が言ってることを信じてやればオンエア見てても大丈夫だなって思ったので、映画ではもう自信持ってやってました。ドラマに続き今回もアクションがたくさんあったんですけど、アクション監督から今回映画化せっかくするからドラマよりも難しくするよって言われて、とにかくそれをもう習得するのに自分がもう必死だったので本当に難しかったんですよね。リコちゃんのアクションはその合気道で相手の力を利用していなすアクションなので、自分が突っ込んで突っ走っていってもダメで、うまく何ですかね、敵の力を利用して前に突き進んでいくので、力を利用しているように見えるのと手が複雑だったので、そこを覚えるのがかなり今回は難しかったです。何日か前からアクション練習をしていただいて、空いてる時間とかはマネージャーさんに相手になってもらってそれを利用して練習したりとか、体に何だろう、馴染ませるというか、難しかったですね今回。最初の頃はアクションで出てきた
ところもあったので、はい、そう言われることがすごい嬉しかったんですけど、はいはいはい、本当にここ最近までは逆にもうアクションって言われるのがすごく嫌な時期が結構長くあって、アクションシーンがないと私は呼ばれないんだみたいな気持ちになっちゃって、アクションありきの自分なんだみたいなのがあったので、しばらくはすごい嫌だったんですけど、でもこうやって今回また今日から俺はの映画とかで難しいアクションに出会ったりすると、やっぱり楽にはできなかったし、すごい難しいってすごい思ったし、勉強もすごい今回もさせてもらって、できるんだったらもっとできるを追求した方がいいなっていうのは最近すごく思ってきました。なんか最近はアクション女優って言われるのもすごく嬉しいなと思います。そういうわけでもなかったです。高校生の時にアクション習ってたんですけど、はい、1年間、はいはい、その時もアクション女優に憧れて、はい、習いに行ったわけではなくて、はい、バイオハザードっていう映画があるんですけど、はい、単純にそのミラジモビッチという、はいはいはい、その強い女性像に憧れて、自分もただバク転してみたいとか、はい、ただ強い女性になりたいっていう、はい、それの思いで習いに行ってたので、アクション女優になりたいっていう考え方はなかったです。何かに襲われてもすぐパッてもうなんか返せるような女性になりたいなっていう憧れからアクションを習い始めました。でも、はい、今は不思議ですけど、なんでじゃあ空手とかそういう方に行かなかったんだろうとは思うんですけど、そこは結構自分の中でも分かんないところ、いつかこういう場所こういう映画に出ることをもしかしたらどこかで夢を見てたのかもしれないなとは。悔しい思いはしてきましたね。ボディダブルやったりとかスタントマンやったりとか、その時はすっごく悔しくて、攻撃する時とかも顔が見えないようにって言われるんですよね。まあもちろんスタントマンなので、自分は女優さんになりたいのにってその時は思ってたので、すごい悔しくて、絶対にそっちのポジションに行くんだってその時はもう強く思いました。今もそうなんですけど、はい、自信がそんなに持てなくて、自分に高校生の時に今の事務所に入って女優さんを目指すようになったんですけど、とにかくオーディションに行ってももうすぐ顔赤くなっちゃって、自信がなくなっちゃってすぐ下向いちゃったりとか、人前でお芝居するのが恥ずかしいとか、どうしたら自信を持って人前に立てるんだろうってすごい思ってた時に、ジャスティン・ビーバーがすごい好きで、で高校1年生の時にジャスティン・ビーバーと出会ったというか、まあ、ネット上でいろいろ検索してたらジャスティン・ビーバーを見つけて、彼の歌を聴きたくて、本当にたくさんの人がライブ会場に集まる、一人のためにこんなに集まるとか、自分も何かいろいろ習得すれば自信持てるんじゃないかなと思って、でそれでまあアクションを始めたのもそうなんですけど、ジャスティン・ビーバーに惹かれてドラムを練習したりとか、ギターをやってみたりとか、なんかとにかく自分で習得いろいろしようと思って、それが自分に自信をつけるためにそういう努力をしていました。昔よりはあると思います。